どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ドライヤーのこのノズルについて紹介します。はい、ということで今回はこのドライヤーのノズルについて、紹介します。で、ドライヤー買われた時に多分これとこれセットで付いてるかなと思いますし、多分この状態くっついた状態で使うドライヤーもあるかなと思うんですけど、結構皆さんに聞かれるのが、これをつけた状態とつけない状態どっちが早く乾くのって結構聞かれるんですけど、結論から言うと、もうこの口、ノズルがついてない方が早く乾きます。なぜかというと、このノズルをつけることによってこの口の幅がこう 狭まるので、集中して風を当てることができるんですね。なので結構ブローだったりのツヤを出すときには結構これあった方がいいです。で、もうザーッと乾かすとき、とりあえず髪の毛を乾かすってなると、もうこっち口だけ、ノズルなしですね、何もついてない状態の方が風がバーッと、広範囲に広がってくれるので、全体的に乾きやすいです。で、やっぱ前にもちょっとドライヤーのその乾かし方について何回か紹介させてもらってるんですけど、基本的にドライヤーは熱の強さっていうよりは風力、風の強さで乾かすので、なのでこっちが、風をバッと分散して、広がって乾かしてくれるので、こっちの方が乾きやすいです。で、ブローをするときは逆にこういうのがついてる方がめちゃくちゃツヤが出ます。なので、綺麗に髪の毛仕上げのときにこれをつける。で、バッと乾かすときには、何もついてない状態でやる方がベストかなと思います。で、まあ乾かすのは分かったと。で、でもこうノズルをつけて、例えばじゃあブローするってなったとき、自分でやるのすごく難しいじゃないですか。多分もうブラシをこう入れて、まあできる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、大体なんか難しくてもやらないという方が結構ほとんどかなと思うので、もう本当に簡単に、とにかくツヤを出す。なんか、まあ癖を伸ばすってなると、やっぱりブローって結構ね、こう、テンションというこう、引っ張りながらやらないと、癖が伸びなかったりとかするので、なかなか難しいかなと思うんですけど、でも、ツヤを出す、ちょっと毛羽立ちを抑えるとか、なんかそういった、感じであれば、簡単にできる方法あるので、今日は そこも、紹介させていただきます。で、まずもうこれが荒乾かし、もうザーッとノズルなしで乾かした状態。で、ある程度乾き終わって、まだパサついているとか、なんかこう、毛羽立ちが出てるとかって結構あるかなと思うんですけど、まあ、この後にちょっとトリートメントのミストみたいになるじゃないですか。なんかそういうやつをこう全体的に軽く吹きかけて、で、櫛ですね。櫛とかで少し溶かします。で、この溶かす時もあんまりこう根元からやってこう引っかかってたら結構ダメージの原因になるので、なるべく引っかかりがある人は毛先の部分から徐々に徐々にこう上に向かって溶かしていくと綺麗に溶かせます。やっぱミストつけて溶かすだけでもちょっと毛羽立ちって収まると思うので、この状態で乾かしていきます。で、ノズル付きのドライヤーで乾かすときになるべくなんですけど、上から下もうある程度こう全体的には乾いてるので、今のミストをちょっと乾かすような感じ、それを利用してこうブローをするような感じでやっていきます。で、まずある程度、まだちょっとだけ湿ってる状態なので、ここで、上から下に向かってちょっと風を当てていきます。今上から下に風を当てた状態で、次に、このさっき使った櫛あるじゃないですか。これを溶かしながらもう一度当てていきます。で、こうすることによって、こう、櫛って、結構ちょっとこう、
溶かした時にこう引っかかる状態になるんですけど、こういうふうにちょっと引っ掛けた状態で上からちょっとドライヤーをかけてあげる。で、もうある程度乾いてる状態なので、こうちょっとこうすることによって少しだけなんですけど、こうテンションを引っ張られてる状態になってくるので、この状態で上からドライヤーをこう熱を当ててあげる。このノズル付きで。で、そうすることによって、ここにこうちょっと引っ張られてて、結構このピンと少し髪の毛が張った状態になるんですけど、その状態でドライヤーをこう当ててあげることによって、癖はそんなに伸びないですけど、めちゃめちゃ艶が出ます。で、髪の毛もすごく柔らかくなるので、これを全体的に表面だけでいいので、この本当に上の部分ですね、この中の部分とかをやるってなると結構ね、やるの大変だと思うんですけど、こう櫛でちょっと溶かしながらドライヤーをこう当ててあげる。まあ、できる範囲で全然大丈夫かなと思うんですけど、まあ、ブラシでも全然大丈夫なんですけど、ブラシだと結構グッと押さえないとダメなので、こう髪の毛にこうボリュームが欲しい方、逆に猫っ毛とか、軟毛の方って髪の毛ボリュームが欲しいので、ブラシとかでやっちゃうと結構こう、髪の毛のボリュームダウンしてしまう可能性があるので、髪の毛の多い方はブラシでも OK かなと思うんですけど、猫っ毛とか軟毛の方はこういう櫛で、やってあげると結構綺麗に毛羽立ちもある程度収まって綺麗になってくれるかなと思うので、そういう風にちょっとノズルを使ってあげるとベストかなと思います。ちなみにドライヤーの風を上からじゃなくてこの下からだったりとか当ててしまうと、結構ぐちゃぐちゃになってパサつきとか、まあ、枝毛の原因にもつながってくるので、なるべく下からではなくて上からドライヤーを乾かしてあげると綺麗に見えます。はい、ということでドライヤーのノズルについてちょっと簡単にちょっと紹介させてもらいました。まあ、ちょっとおさらいで普通にしっかりと最初に乾かすんであればノズルなしの状態、この状態で乾かしてあげると早く乾きます。で、早く乾かす方法については、前回の動画で、お伝えしているので、それをちょっと実践してもらえればなと思います。で、ツヤだったりとかを出したいとき、あとブローで、ブラシでブローされるときも、される方もいらっしゃるかなと思うので、そういう方は絶対ノズルをつけてください。で、ノズルつけることによって、風がこう一点に集中して、しっかりと、ブローできる、髪の毛にツヤを与えたりとか髪の癖を伸ばしたりとか、そういうことができるようになってくれます、簡単にね。なので、このノズルをつけて、ブローされる方はブラシ入れて、で、さっき、まあ、ブローができない方も結構いらっしゃるかなと思うので、癖はそんなに伸びづらいんですけど、ツヤだったりとか、髪の毛ちょっと柔らかく見せたいっていう方は、さっきの櫛をちょっと溶かしながら上からこうドライヤーを当てて、で、ちょっとこう表面ですね、表面がこうツヤっとするだけで髪の毛ってめちゃめちゃ綺麗に見えるんですよ。なので結構僕は表面大事かなと思ってるので、表面だけでもいいの でもし余裕があるんだったら毛先まで、しっかりとやってもらってもいいかなと思うんですけど、基本的にまあ下をこう巻いたりとか、例えば下はなんかオイルとか結構つけて結構まとまるけど、この辺がこの中間あたりが結構、髪の毛の毛羽立ちだったりとか、あんまりこうパサついて見えるとか、あとはちょっとアホ毛が出るっていう方も結構いらっしゃるかなと思うので、まあちょっとミストをつけて、櫛で溶かしながらやってあげると結構綺麗に見えるかなと思いますので、で、朝の時間とかを、まあ乾いてるじゃないですか、朝って。で、ミストをちょっとつけて、結構こう溶かして、さっきみたいに、簡単にこのノズルをつけてやってあげると、アホ毛も結構収まって綺麗に見えるかなと思いますので、まあ、夜やってもいいんですけど、僕は基本的にこう出かける前に、パパッと、やる方法かなと思いますので、まあ、ノズルがあるなしで全然ちょっと変わってくる方法なので、ぜひ、いつもねこうちょっとどうしたらいいのっていう悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。